満州ハイラルにて、石橋大将は、日本の宗教家。福岡県柳川市出身で、京都帝国大学卒業後、浄土新州本願寺派、第22世保守教授の秘書となり、内モンゴルハイラルに、西本願寺末寺を開設した。本名は、石橋はじめ。幼少の頃より聡明で、旧柳川藩主立花家から学年で一人だけに与えられる。 殿さんご褒美を毎年もらい振動と呼ばれた。宿目神城高等小学校を卒業した14歳の時、柳川市恵比寿町の浄土新州本願寺派、法領前盛法寺へ上がって仏門に入り、そのつてから広島の道系寺院へ移り、広島高等師範学校を経て、京都帝国大学へ進学。京都帝国大学卒業後、 優秀な成績と人物を見込まれ、浄土新州本願寺派、第22世保守教授の秘書となって、訓導を受けた。1930年、大谷の意を受けた、大城は大陸へと渡り、満州国建国直後の特務機関長、寺田大佐のハイラル入りを世話するなど日本と大陸を、行き来しながら働き、大谷洪水の懐刀と呼ばれた。また、満州モンゴル。 海へしゃげ、何時に開設した、本願寺海へしゃげしか出張所の初代駐在員として勤務した。不況に勤める傍ら学校も設立、日本人指定や現地人の教育にも情熱を燃やした。一方、ハイラルで初めてとなる通信社を立ち上げ、自らが記者となって活躍するなど、ハイラルの最重要人物の一人として、 関東軍助装部からも一目置かれる存在であった。また柳川から弟の仁吉、長蔵の二人を呼び寄せ、毛川防寒服の製造会社、石橋兄弟会社を起こさせて、関東軍に軍用を収めるなどして、事業を発展させた。石橋兄弟会社は、野ンハ犯事件を契機として飛躍的に事業を拡大。さらに、東毛ンス、京北毛川側などの関連会社を、 次々と起こして、現地人を2000人以上も雇用するなど、弟の仁吉もまた、満州国共和会の中でも一目置かれる存在となった。大将は、駐在期間が終わった後もハイラルに留まったが、1936年、モンゴルでの祝縁に招かれた、際の食中毒により32歳で急死した。葬儀には、関東軍参謀長陸軍少将、 板垣清四郎をはじめ関東軍将校や満州国共和会の幹部たちが多数参列した。聖火の石橋家は筑後柳川藩主立花家の流れを組む氏族。長男、和正は、立浪部屋の元十両、筑後山一世。三母指導者のビクトル小川弟、二吉の長男で老いにあたる。ありがとうございます。